ヤマンバと旅役者。昔々今池のあたりがまだ田んぼと池ばかりであった頃の話だ。ある日の夕暮れ、一人の旅役者が大きな荷物を背負って、仲間に遅れて瀬戸の方から山道を抜けて名古屋の方へ出ようとしていたそうな。差し掛かる頃には夜になってしまったので、提灯の明かりを頼りに歩いていったと。ところがどこをどう間違えたのか、池ども池ども山道を抜け出すことができない。おまけにふとした弾みで明かりを消してしまったそうな。
これはヤマンバが化けているに違いないと思ったから、おっかなびっくり。いつ食べられるかとブルブル震えておったそうな。
続いて三味線をお聞かせしよう、うん、尾張から遠く離れた北の地の津軽三味線でござい。芸は民を助けるじゃのうと言って笑ったそうな。